カムデン軍はアメリカ合衆国ジョージア州に位置する軍である。2000年現在、人口は43,664人である。軍庁所在地はウッドバインである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積2,027平方キロメートルである。このうち1,631平方キロメートルが陸地で395平方キロメートルが水地域である。 総面積の19.50%が水地域となっている。2000年国勢調査に基づくカムデン群の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この群は人口43,664人、14,705世帯及び11,381家族が暮らしている。人口密度は27平方キロメートルである。10 平方キロメートルの平均的な密度に16,958件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人75.04%、アフリカン・アメリカン20.11%、先住民0.49%、アジア1.01%、太平洋諸島系0.08%、その他の人種1.37%、及び、 根結1.88%である。ここの人口の3.63%はヒスパニック、またはラテン系である。この群内の住民は31.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が12.90%、25歳。 以上44歳以下が33.90%、45歳以上64歳以下が16.30%、及び65歳以上が5.20%にわたっている。中央値年齢は28歳である。女性100人ごとに対して男性は107.00人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は108.50人である。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は41,056米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は4万5千5米ドルである。男性は31,582米ドルに対して、女性は22,104米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は16,445米ドルである。人口の10.10% 10及び、 家族の8.40%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の11.30%及び65歳以上の15.70%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。